はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、皆さんジャンプ最新話読みましたか？いや、もう今週やばいっすね。もう2週間ぶりのジャンプって時点でまずやばいのに、もう最後よね。もう読みました？いや、そのね、最後のね、あいつのね、ちょっとねことについても喋っていきたいと思いますんで、ぜひ最後まで見てください。そんでですね、24周年ウィークめちゃめちゃやばいっすね、情報が。7月22日でね、ワンピース連載24周年ですもんね。まあ、それに先駆けてね、もうツイッターのとかでも含め、もう情報が今やばいじゃないですか。まあ、それに関してもね、ちょっと軽く触れさせてください。この後ね、語っていきますんで、よろしくお願いします。それで行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録してってください。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。で、まずね、この後初見のリアクション撮りましたんで、そちらご覧いただければと思います。はい、そしたらここからね、最新話のジャンプのネタバレがありますので、アニメ箱3日の方々はお気をつけください。それでは初見のリアクションです。どうぞ。はい、リアクションです。もうそして久々に紙でね、ウォーリーを探せ乗ろっつってたんで、あと周年だからね、今週。はい、まず表紙いいっすね。いや、見開きから最高っすね。うわぁ、ジンベイがジンベイザメと、うわぁ、一味でみんないますね。ウォーリーを探せは。うわぁ、待って、やば。ウォーリーを探せ。しかも、あの国風じゃないこれ。やばいんだけど。いや、これもう一冊買わなきゃかな、紙。これやばいね。対談もやばいっすね。何これ、宇宙への冒険公開予定。8月2日出航。何何何、どういうこと？待って待って、この情報もやばい。ちょっと後でちゃんと見よう。ちょっと待って。ドリームフィギュアー。もういろいろやばい。AB 全部頼むっしょ、これ。ちょっと待って待って、もうワンピース周年だから、全然本編いけないんだけど。はい、本編いきます。はい、1019話。ヘリケラトップス。佐々木？トリケラトップス何？シャー、レーザーを何発持ち続けてフランキーが欲しがりそうだ。ダーン。いや、これなんかフランキーとやっぱり、なんかクイーンの因縁ありそうだよな、なんかこう思うと。何これ、ゾロ大丈夫なの？これ宮城に注射されてるけど。ポーラタング、あ、ルフィどうなった？これ以上処置が分からねえ。なんか薬ね、注射だろ。顔からどうした？肉ドーンよかった、とりあえずひとまず安心だね。ルフィは佐々木は血迷い鉄の兄貴。いや、この戦いやばいね。致命傷は何度も与えたやつだ。あ、そうだね、やっぱね、お腹切ってたもんね。あ、なになに、いい加減そこをどき、グググググググ。うわ、人獣型見れた。やば、人獣型なんかでか、太い目だね。なんかあ、でお腹ちゃんと切れてるね。出た、この刀、やっぱ気になってたやつ。カラクリ螺旋刀。鉄の兄貴低下すでー。あ、みんな無事だし、なんか割と。え、なにこれ、これなんかね、俺の味方はもう来れない。いねえようだ。え、そこ丸仕組み、うおぉ。恐竜ってそうなのか。あの技やべえぞ。なにこれ、ユイーン。ヘリケラトップスってそういうこと。なにこれ、トリケラトップスはこういう恐竜だ。初めて聞いたけど。あ、やばい、フランケンおられた。やばい、またタマケラトップス来た。準備完了、出張版ガオー。ジェネラルキャラドーン。ズーム。聞いたんじゃないこれ。あ、でもまだ生きてる。自爆上等マグナムケラトップス。何これ、聞いてるバカ。やば、準備完了。フランキーラディカルビームズーム。あれに行ったよ、これ聞いたっしょ、さすがに。ドクロドーム屋上。屋上、待って、ヤマトが来るんじゃないの。それが俺の言う言葉。うわ、戦ってる戦ってる。カイドウ、苦労して手に入れたその悪魔の目、別にお前に。待って待って、これやばいんじゃないの。なんか食わせる気はなかった。お腹が空いてた。あ、待って待って、鼻見えてる、鼻見えてる、鼻見えてる。僕らって驚いた。僕はこの島に取られない、あの手錠だけじゃない。待って、ページわかんない、ページ。この国のために戦わずして、僕はおでんを名乗れない。ぐるるるるるる、なに、ヤマトの。もう24周年やば。うわ、もうやば。これ待って、もうこれやっぱ白子だよね、これ多分ね。これ多分そうだよね、ぐるるって放って。白子だよね、これ。なんだろう、違うかな、なんこれ、なんこれ。ぐるぐるぐる、来週あ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 るけど、今週がペーボーだけど。あ、ぐるるる。もうなんかわかんない、テンションがおかしくなる。やばいな、めちゃめちゃ面白いな。やば、やば、やば。うわ、マジか、やば、やば。はい、ぜひ今日も皆さんコメント残してってください。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。皆さんのコメントではいつも楽しませてもらってます。いつもありがとう。じゃあそしたらまずね、ちょっとね、今回出た情報とかざっくりね話させてください。この後本編話しますんで、まあ本編先に見たいぜって方ね、ぜひ飛ばしてください。まずですね、僕ね今回はちょっとね紙をねさすがに買いましたね。やっぱね、周年の時っていうのは色々さ、情報が盛りだくさんだし、あと今回ウォーリーね、ウォーリーやるから、ちょっとこれやっぱ欲しいなと思ったんで、紙もね買いました。で、表紙。まずやばいね。宇宙行くってどういうこと？めちゃめちゃ気になる。あと、ウォーリー探せね。もうさっきもちょっと言ったけど。いや、ウォーリー探せ。ちょっと待って、これめっちゃやりたい。まだちょっとやれてないんで、僕。ね、ルフィ見つけたりだとか、まあ、主要キャラはね、見つけたんだけど。あと、パンダマンも見つけた。いや、これいいっすね。マジで。全部キャラ見つけたいんだけど。あと、声優さんね。ルフィ、ローキッドの声優さん。田中真弓さん、神谷博さん。あと、浪川大輔さんね。いや、これでさ、もちろん内容めちゃめちゃ良かったんですけど、やっぱもう、田中さんのね、ところで、今まではね、もう10年、あと10年って言われてたんだけど、最近はそれをね、言わなくなったってね、おっしゃってるんですよ。やっぱり
り終わりに近づいてんだっていうのがね、改めてここでもちょっと感じたね。だからこそちょっと全力でね、やっぱ楽しんでいきたいっすよね。あとフィギュアね、もうこれ両方俺応募します、両方ね。あと食劇の3時とか、あとあの YouTube チャンネルとかね、あとナレッジ言語ですよ、もうとか情報がやばすぎるんで、それまたあれかな、あの24周年の日に撮ろうかな、7月22あたりにもしかしたらあげるかもしれないです。今日はこんな感じでちょっとざっくりで、いやどれも熱いっすね、マジ楽しみ、もう今週お祭りっすね、楽しんでいきましょう。はい、そしたら本編でございます。2019はヘリケラトプス。いやもうタイトルどういうことっていうね、仕組みの話ですけど、ちょっと後で触れますね。まず1ページ目ですね。クイーンと、まあ、サンジがね戦ってるわけですけど、そこで出たセリフですね。サンジのレーザーを何発も撃つ技術、フランキーが欲しがりそうだって言ってるんですよね。いやこれもやっぱフランキーとなんか関係ありますかね。やっぱね巷でさ、その噂ではクイーンとさフランキーが親子説で言われてるじゃないですか。二人ともねこう登場の時踊ってたりだとかで、二人ともまあ科学者というかね技術者で、クイーンに関してはめちゃめちゃレーザー撃つし、フランキーもレーザー撃つしね。でフランキーっていうのはね当時サウスブルー出身で、親が海賊で捨てられたって言われてるんですよね。なんでもしかするとクイーンがそうなんじゃないかってね感じも言われてますけれども、でそこへ来てのこのサンジのセリフだから、なんかね匂わせというかなんかあんじゃないかなって感じがしちゃいますよね。でその後ゾロさん大丈夫ですか、宮城さん雑なのよ、注射の仕方があの包帯の状態のまま注射打つんじゃないのよ。確かにまあ行っちゃいましょうじゃないのよ。マジで笑ったんだけどこれ。まあ、前回ね、あのゾウにはね、超回復のね、飛躍があるってことで、で、まあ、それを使えば、まあ、代償はあるけれども、まあ、回復するよと。注射なんですね、これね。なんか、今まで飲んだりする薬がさ、多かったじゃないですか、こういうのって。なんかイメージ。魚人島のね、あのエネルギーステロイドとか、あと合水とかね、アラバスタの。なんかそのあたりとかのイメージだったから、注射でこのまま打つんかいっていう。まあ、ちょっと前にもね、あの、先週か、あげたと思うんですけど、まあ、ゾロがね、これ回復するとなると、やっぱりキングと当たりそうですよね。あとね、その対戦が決まってないと、やっぱキングぐらいだと思うんで、いや、ゾロ大活躍だね。そう思うとカイドウ切った後、いやキングも行くかな、まあ行きそうっすよね。いやどんな戦いするのか、まあ、火災のキングでね、キングはね、いや火もあるし剣持ってるしね、まあゾロはねそれこそ穂紫できるようになってますから、なんかいろいろちょっと戦いを楽しみだよね。でからのルフィ、ルフィもうこれは復活の合図ですよね。もうルフィがさニクーっていうのをさ前にね、あのポーラタンクゴンでね、まあ見つけてもらってなんとか大丈夫だろうってなったところで、まあ今回ね息してない感じですけどね。なんかね、ただでももうルフィがニクーって言ったらもうさ、こっから復活してくれるっていう、もう合図な感じしますよね。今までもね、もういろんな戦いのところでね、ルフィっていうのはやっぱ肉食って回復してきましたから。アラバスタの時もしっかりね。なんでこっからね、まあ肉を食って復活して、またカイドウに挑んでってくれるだろうっていうね、やっぱルフィに対するやっぱ希望がね、ありますよね。で、今回のね、バトルですよね。次に場面変わりまして。フランキー VS 佐々木。めちゃめちゃ笑ったんですけど、これ。佐々木がね、ちょっともう意外すぎて、あとね、ちょっとギャップがあってね、可愛さがあって、ちょっとね、佐々木好きになったね。なんか本来別に悪いやつじゃなさそうだしね、なんかね、なんとなくだけど、あの伝じろうをね教師郎としてたけど、まあなんか酒飲んでたね感じもしましたしね、前ね。でまあフランキーがね、まあちょっと前にね、あの勝利のブルフラッシュをお腹にね当ててたわけですけど、まあ全然頑丈だとフランキーも言ってますもんね。本当に頑丈な野郎だなってね。でからの人獣型出ましたね。すげえなこの格好で、プラスで武器も出ましたね。からくり螺旋刀。何それ。ちょっと前にね、一瞬だけね、この描写がありましたもんね、これね。完全に今回使ってますね。ちょっと前にもね、あの、ホールデムか。ワノ国でね、あの、カラクリ島って言ってね、原作では使ってなかったですね。ルフィにレッドホーク撃たれちゃって、ホールデムがね、使おうとしてたけどね。で、なんだかね、この、歯がバッて出て、ブーン、クイーンってなるね、感じね。ね、これもうミスターワンみたいだよね、マジで。やっぱ初見で見た時、その、ダズの感じしましたよね。いや、でも相当強いよね、だからこれ、えぐり切られるというか、フランキー将軍のこの、ワボメタルのね、この、硬さっていうか強さでもね、結構大変そうでしたけど。で、ここがちょっと好きっすね、あの、フランキーがさ、周りの奴らが、ギフターズが仲間になった時に、何が起きて敵が寝返ったのか知らねえが、どうやら害はなさそうだ、みんなダチだぜって言ってるとかね、ちょっと好きなんですよね。フランキーがね、このダチだぜっていうのが、要は八尾さんですよね。八尾さんがやっぱさ、ダチだから八尾のボンちゃんのね声もされてるんで、なんかちょっとね、その何、声優さんつながるの面白さもちょっとね感じた、ここで。でからのこれよ、もうこれなんなんマジで、めちゃめちゃ面白いんだけど。え、そこ回る仕組み、うおー恐竜ってそうなのかー。みーんじゃないのよ。何これ、めちゃめちゃ面白いですね、これ。トリケラトプスってそうだったの？このトリケラトプスのこの部分が回って、ヘリコプターみたいになってるの。これめちゃめちゃ笑ったね。バカ野郎、案ずるなら、デメーラの身だよ。ギュイーン、トリケラトプス、ギュイーン。めちゃめちゃ強い。からのね、その、螺旋刀もね、こう振り回してるっぽいからね。めちゃめちゃ怖いね、これ。ちょっとこれ予想外でしたね。こんな戦い方するなんて全然思わなかったじゃないですか。硬いしね。やっぱ突進して攻撃してくるんだろうなと思ったら、まさかの。いや、面白い。トリケラトプスはこういう恐竜だってね、佐々木がめちゃめちゃ言ってるか、まあ、本人が言ってるからそうなんだろうね。で、ここっすよね。突進来るかと思いきや、ボーン、あ、ボーン、あ、じゃないのよ。バックしちゃって照れて、助走距離確保じゃないのよ。
なんかこの何ちょっとおどじさんのとこあるんだって思ったら佐々木がねちょっと好きになったよね。逆回転しちゃってちょっとドジんとこねいいな。でからの助走をつけて玉切るトプスへどうぜ。突進ですね。まあ、これが本当になんかめっちゃ強そう。本来のね、トリケラトプスのそのね、やっぱ角もあるしね。それとこの今回のね、今回発覚した恐竜ってそうなのかポイントで突進すると。で、フランケンもね、技返したりでしつつも、フランケンが折られちゃうんですよね。ギャイーンってね。だってこれワポメタルですよね。多分ま、基本的に全部。まあ、フランケンがどうかわかんないけど、フランケン将軍のね、材質はワポメタルなんで、まあ、超合金でね、なかなか強いものなのに、それが折られるってやっぱよっぽど強いんだなって感じしますよね。で、からのジェネラルキャンズブーってやってからの、全然まだ生きてるからの自爆上等マグナムケラトプスギューンダーベコーンバキバキからのでもフランキーはそこ降りていて準備完了フランキーラディカルビームチャレめちゃめちゃ楽しい。ほんと何少年漫画バトル感がめちゃめちゃたまんなかったですね今回。恐竜 VS ロボの対決。いやこれもねワクワクしたね。からのなんかちょっとギャグ要素もあったりして、いやめちゃめちゃなんかこれぞワンピースのバトルというかそういう感覚してね、なんかワクワク楽しい感じがしましたね。これでももうノックアウトでいいんですかね。ラディカルビーム腹にね当ててるから、実際ねこの V スラッシュのね技も残ってたぐらいですからね、お腹に。ただ今回ねなんかまあ完全に倒したのかちょっとわかんないですよね。場面が変わったんで、あの前回ねそのフーズフーもジンベがね鬼瓦石バーンってやった後、あれで完全撃破なのかちょっとわかんないですよね。あと今回タイトルがねフランキー VS 佐々木とかではなかったんでヘリケラトプスだったんでそっちが上に来ることあんのっていう。最高。まあでも多分倒してるっぽいですけどね、まだ確定ではない感じはしますけど。でも最後でしょ皆さん。もう今回やばかったね。もうなんかさやばくないっすか。もう毎週やばいってもちろん言ってるんですけど、もう口癖とか挨拶もうやばいわね。もうやばいわ挨拶になりつつあるんだけど、もう今週もやばい。最後ですよ、ヤマトさん。ついに見れましたね、皆さん。ヤマトの人獣型。いや、なんて神々しいお姿。って感じじゃないですか。めっちゃ綺麗っすよね。この国のために戦うとして、僕はおでんを名乗れない。ドンかっこいい。かっこいいし、綺麗。なんだろうね。なんか初見でパッと見たとき、なんか僕、スーロンみたいな感じしたんですよね。なんかスーロンっぽくないですか？すごいなんか、神々しいというかね、感じしましたよね。ただですよ、このね、人獣型っぽいね、姿見れたわけなんですけど、能力名がわからん。もう、なんすかこれ。このワクワクがやばいっすね。パッと見ればね、わかりそうなものも、でも待って、これって意外となんだってね、ちょっとなってるんですよね。皆さんどうですか？ぜひね、ちょっとそのあたりね、コメントいただきたいんですけど。まあ、やっぱね、初見で見たとき僕はやっぱね、白虎がね、なんかやっぱ可能性が高かったじゃないですか。このチャンネルでもね、結構言ってたと思うし、あと他の方もね、結構言ってたと思うんですけど、やっぱ初見はまあ白虎なのかなってやっぱ思ったんだけど、でも冷静にね、やっぱね、もう一回改めて見てみると、まあ、100% じゃないかってね、ちょっと思ってるんですよね。なのでちょっとね、今回出た情報ね、改めてちょっと整理しましょうか。ヤマトの能力についてですね。まず今回分かったこととして、ヤマトのこの能力は、カイドウが苦労して手に入れた悪魔の実の能力だったってことが分かりましたね。苦労して手に入れたその悪魔の実も別にお前に食わせる気はなかったって言ってるんですよね。なのでカイドウ自身は、まあ、何の目的か分からないけれども、将軍として、まあ、戦力として使いたかったヤマトに別に食べさせるつもりはないけど持っておきたかったっていうことですよね、その実を。だからなんか結構また特殊だなと思うんですよね。めちゃめちゃ強かったらもう別にヤマトに食わせてあげて、ヤマトを将軍にはいでいい気もするんですけど、なんかまたそれとは違った計画がカイドウにあったのかなって、また新たな謎がね、ちょっと生まれるんですけど。まあ、ただね、この4校でもやっぱ苦労したっていうのがね、ちょっと1個分かりましたね。まあ、カイドウはね、それこそドフラミンゴとね、まあ、繋がってたぐらいなんで、まあ、その闇のルートとかでね、結構手に入りやすいのかなとは思うんですけど、まあ、でも結構苦労したって言ってますね。で、今回ですよ、ちょっとここ結構キーになってくるんじゃないのかなって勝手に思ってるんですけど、鳴き声がですね、ガルルとグルルが出ましたね。これちょっとね、本当にちょっと前なんですけど、ヤマトがグルルって鳴いてたんで、99巻ですね、一番最初に佐々木とね、対峙したところで、グルルって鳴いてたんで、で、当時ね、そのグルルで鳴く人たちが、まあ、犬系とかね、あとスーロンとか、あとはドラゴンとか、まあ、そのあたりでね、僕言ってたと思うんですけど、ただ今回ガルルも鳴いたんで、そこはね、そんなに関係してなかったのかなって思うのと同時に、あと犬系がね、割とね、両方なんですよね。まあ、両方ね、このグルルとガルルね、鳴いてるんで、まあ、そこまでね、もしかしたら関係ないのかなって感じもしてきましたね、今回ね。っていうのと、あとね、ジャブラはね、ガルルって鳴いたりするのと、あとグルルって鳴くね、犬系の動物もいたりするんで、ちょっとこの辺ね、また僕の中でもちょっと整理しますね。で、やっぱね、今回気になったのが、この煙みたいなのをまとってるんですよね。なんかこうね。だからなんかやっぱこっから察するとね、まあそこは幻獣種でいいのかなって感じはしますよね。で、あとね、まあ耳がね、ちょっと長くなってたりだとか、あ
と腕がね結構ね、まあ、長くなってる感じはしますよね。まあ、だから獣なのかな、そこはまあ間違いないのかなって感じはしますね。まあっていうのがね今回分かったねことも含めたね、まあ、ちょっとざっくりとした特徴だと思うんですけど、じゃあ実際何の実なのってとこですよね。まあ候補ちょっとじゃあ悪魔の実の能力候補を挙げるとすると、まあやっぱ最初にやね挙げてたのがやっぱ猫猫の実幻獣種モデル白虎。まあこれに関してはねやっぱカイドウが清流で東を司っていて、でまあ西がね、白虎っていうのがまあ対になってるね霊獣って言われてるんですよね。東の清流西の白虎って、なんで確かにねこの虎とね竜の相対してる感じはね当てはまるんで、まあやっぱこれはねまだもちろんね候補から外れてないのかなと思いますね現時点だとね。であとまあここからパッと見たのがね浮かんだのがなんかちょっと犬っぽいなって感じもしたんですよね。なんかこの口元の感じとかね、なんでもしかするとその犬犬の実幻獣種モデルまあ狛犬とか、ただねちょっとねここがねまあ白虎よりもねその当てはまる感じがちょっと僕の中で浮かばなかったんで、まあ一旦狛犬って形で挙げたんですけど、ぜひねちょっと犬系の幻獣詳しい方いたらねぜひ書いてってください。まあそれも可能性あるかなと。であとはねだいぶ前にね撮ってたかな、一個思うのはまあ馬馬の実幻獣種モデルキリン、まあキリンにも見えなくないなってちょっと思ったんですよね。ちょっと馬馬かどうかわかんないんですけど、キリンっていう霊獣いますよね。あのキリンのねビールのあのマークにもいますよねキリンってね。で霊獣で一応だからその詩人にねその一つねキリンを足して5つの霊獣でって言われてるね伝説もあるっぽいですよね。まあそれはワンピース外ですけど、でキリンって中央って言われてるんですよね方角的に言うと、獣類のね長って言われてるんですよね。なんで確かに百獣海賊団でその身をカイドウが持っててみたいな大事にしててっていうのがねさっきのところに確かに繋がるんで、まあキリンもあり得るのかなーってちょっと思ってますね。見た目といいねこのなんかこの煙っぽい感じといい、まあただねキリンといえばそれこそねジラフですよね。その場合牛牛ですけど、牛牛の実モデルジラフがね、核が食べた悪魔の実でねあるんで、まあキリンっていう単語自体はね被るは被るんですけど、まあただジラフなんでねそっちはねっていう感じですかね。ちょっと僕の中でも、ね、今現時点でまだねちょっと読み立てでねまとまってない部分もあったりするんで、この動画好評だったらまたね明日ねちょっとヤマトの今までの情報をちょっとまた整理してね動画撮りたいと思いますんで、ぜひねそっちも見たいぜって方グッドボタンよろしくお願いします。であと一個思ったのがね、やっぱヤマトは覇王色使えてんじゃないのかなってちょっと改めて思いましたね。今回バリバリバリってなってるし、ヤマトはねあのナリカブラパオつってバリバリってなった後と飛ばしてるんですよね。でそのなんでヤマトがそこまでねできてたんだろうとやっぱ考えていくと、今回のセリフにちょっと繋がったんですよね。数えきれないほどお前を殺しに行って、数えきれないほど打ちのめされた、おかげで強くはなったよ、僕をこの島に留めてたのはあの手錠だけじゃないってね、このヤマトのセリフが今回あったんで、まあ確かにカイドウに何回も挑んでたら、それはもう結果的に修行ですもんね。しかも覇王色まとえるようなカイドウの金棒を何発も食らってたら、それはね、ルフィのように覇王色まとえることも気づいて、結果的に覇王色をね、自分も使えるようになったっていうのは確かにわかりますよね。ただ手錠に関してだからね、まあ多分勇気がなかったっていうのがおそらくありますよね。まあだからね、手錠も含めカイドウがいることによって、まあ島から出れなかったと。で、しかもこの能力食べちゃったから海も泳げないと。確かにそれはね、鬼ヶ島から出れないですよね。なんかいろいろそういったとこがこのヤマトのキャラクターがね繋がってきたなって今回思いましたね。はい、いかがでしたでしょうか。今日はそんな感じです。ぜひね今日もコメント残してってください。また明日もねちょっと撮りたいと思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じでした。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、今週24周年ウィークめちゃめちゃ楽しんでいきましょう。いろんな情報が多分この後ねバンバンバンってくると思いますんで、よろしくお願いします。はい、今日ここまでです。明日も楽しもう。またね、最高に楽しんでいきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,